関西ナンバーワンホストクラブユニバース。このホストクラブで入店以降華々しい活躍を見せ続ける男、丸。今回の放送では彼が行ったバースデーイベントを続きに、その活躍へフォーカス。ユニバースの新たなカリスマとして丸が見せつけたとどまることのない勢いを余すところなくお届けします。丸バースデーイベント。そして高級ボトルのインペリアルコレクションが飾られたシャンパンタワーが開始。ラストオーダーが開始され、ユニバースにオールコールが響き渡る。大な盛り上がりを見せたバースデーイベントを終えた後も、丸の勢いはとどまることを知らなかった。同月締めるこの日、他に類を見ないほどの高額横断が飛び交う中、丸がその実力を見せつける。丸は月間売上3300万を突破し、売上6位まで1000万オーバーという激戦の中でナンバーワンの座を獲得。ユニバースのトッププレイヤーとしてその名を刻んだ。目標に置いてたのがやっぱココアさんの2000万超えの売上で、今年間ココアさんと戦ってる状態なんで、一旦ココアさん超えたいなと思って、でそれでお客様にお願いして、予定では2000万ぐらいだったんですけど、そうですね、締め日に3300乗った感じでした。1年半以上ぐらいですかね、1年半ぐらいですかね。そうですね、移籍したすぐはお客様が半分以上切れて、組数とかも僕100切ったことなかったんですけど、最初はちょっと雑魚だったんですけど、だんだんユニバースのお客様ができてきて、そこから売り上げは安定し始めた感じですね。来年もっと上げたいですけどね。今年は南バンバン1億出てくるあれですね、ホストバブルみたいになってますね。プレッシャーは特にないんですけど、僕もなんかホスト楽しくできたらいいなっていう感じなんで、負けたくないとかはあるんですけど、そんなめっちゃプレッシャーに押しつぶされるとかそんなのは特にないですね。来年はもっと上げたいなって、2億いけたらいいなって思ってるんですけど、来年は売り上げはもちろん上げつつ、もっとユニバースに貢献というか、自分にしかできひんようなことを何か見つけて、自分のだけのポジションみたいなの見つけてたらなと思ってるんですけど、ここから多分ユニバースでもっともっと人数増えていって店舗展開していくと思うんですけど、そこでやっぱ自分の店っていうのが欲しいですね。関西屈指のスタープレイヤーとして新たにその名を刻んだ丸、彼が突き進むその軌跡にこれからも目が離せない。